今回は、フリードプラスですが、今までの、フリードプラスのチューニングは、アルミテープチューンと、空力チューンを施しまして、計動画7本をアップ、しておりますが、今回新たな、チューニングを施したので、乗り心地や燃費の検証をしていきたいと思います。で、新たなチューニングとは、MT10 っていう、エンジン添加剤を入れたので、その、性能を検証していきたいと思います。今回、こちらの MT10 のエンジンオイル添加剤入れたわけなんですが、ホンダカーズに定期点検に行った時に、この商品が非常に今おすすめですということで勧められまして説明を受けました。で、出たのは、こちらの MT10 エフィという、ハイブリッド車アイドリングストップ車、用のエンジンオイル添加剤と MT10 エンジンリフレッシャーというフラッシング剤を、入れました。エンジンオイル交換時に、まず、フラッシング剤でエンジン内部を、洗浄しまして、その後に、エンジンオイルを入れて、こちらの、エフィを、添加する形になります。で、この MT10 はエンジン内部に、複合皮膜を形成しまして、摩擦抵抗を大幅に低減させエンジンの高い保護効果を発揮、します。で、エフィというのは低油温でも効果を発揮するタイプで、ハイブリッド車アイドリングストップ車はエンジンの始動停止の、繰り返しが多いためエンジンオイルが低温傾向にありまして、その状況でも、高い保護効果を発揮する、ものとなっております。で、MT10 エフィによる摩擦係数低減の効果としまして、騒音振動の減少、エンジンの耐久性向上、レスポンスの向上、ドライスタート時のエンジンの保護に役立ちます。で、気になる価格ですが、エフィが4298円、リフレッシャーの方が2160円で、合計が6458円でした。で、この MT10 はホンダカーズなどディーラーでしか販売してなくて、一般的なホームセンターやカーショップでは入手ができないものになっております。で、この MT10 の摩擦係数を大幅に低減させる効果としましては、こちらの YouTube の方の動画をご覧ください。説明欄にリンクを貼っておきます。で、この実験では MT10 をオイルに添加して、この回転体に保護皮膜ができると、オイルを抜いたとしても、滑らかに回転し続けるという、驚異的な、潤滑性能を見せるっていう動画になっておりまして、すごい効果だなと、思いました。では、平均燃費の方を検証していきます。気温は21度、燃料は満タン、タイヤの空気圧はプラス10、ハイブリッドのバッテリーの残量は満タンから、マイナス1メモリとなっています。で、エアコンはオフです。
まあ、今回はエンジンの添加剤だけなんで、まあ、燃費が、まあ、どのぐらい伸びるかですよね。で、80キロ前後で、とりあえず走っていきます。今エンジンの回転数は、まあ、1000ちょっとですね。で今、ちょっと加速しまして、2700回転ぐらいですが、メカノイズは、こんな感じです。まあメカノイズは若干減っているのかなと思います。体感ですが、まあ、エンジンが滑らかに、回転しているように思います。とてもスムーズに、エンジンが回ってますね。はい、中間地点の平均燃費は、なんと、34.8 キロとなりました。いや、これは過去最高記録ですね、ちょっととんでもない、数値が出てしまいました。今2000回転ぐらいで、メカノイズはこのぐらいです。まあやはり明らかに、減ってますね。9キロジャスト走りまして、平均燃費はなんと 27.1 キロパーリットルとなりました。まあカタログスペックと同じような数値が出てしまいまして、まあ驚異的な燃費となりました。今回はちょっと最後の方トラックに捕まってしまってノロノロ運転になったせいで、まあ、EV 走行区間が結構長く、取れたので、まあ、このように、驚異的な、燃費となりました。で前回から比較すると 3.7 キロも、燃費が改善しまして、まあ、同じコースであっても、燃費自体は走り方で、だいぶ変わるんで、まあまあ、参考までの記録という形になるかなと思います。でちょっと平均燃費の方は、ちょっと驚異的な燃費すぎたので、ちょっともう一度、テストをしたいと思います。で、先ほどと同じで、気温は、21度で、今バッテリーの残量は、3メモリで、まあ、低いですね。
このバッテリー残量で、まあ、それでも燃費がいい記録が出たら結構本物なのかなと思います。で、また、80キロ前後で走っていきます。やはりエンジンがやはり滑らかですね。メカノイズを、まあ、感じさせないっていう感じですね。中間地点の平均燃費になりまして、平均燃費の方は 30.3 となりました。先ほどよりは、まあ、落ちましたが、まあ、前回の記録よりは明らかに伸びてます。先ほどよりは、空いているので、今度は、まあ、自分のペースで走れそうです。はい、2回目の結果になります。 9.1 キロ走りまして、平均燃費は 24.8 となりました。2回目の計測の時はバッテリー残量が少ないにもかかわらず、また前回の記録を更新してきましたね。で、2回目は80キロ前後で自分のペースで定に走れたんで、まあ、前回と同じような走り方ができまして、結果的にこのように燃費が向上しました。あー、すごいですね、やっぱり。このエンジンオイル添加剤は、本物かもしれませんね。で、今現在、こちらの全体平均燃費は 18.3 となっておりまして、前回、1万キロ走行時の平均燃費は、17.9 となっていまして、
エンジンオイル添加剤入れた時点でも 18.3 だったので、その間まあ夏でエアコン多用する時期でしたが、それでも平均燃費は 0.4 向上しておりまして、さらにこの燃費が上がっていくようであれば、まあこれは本物かなと思います。乗った感じエンジンのメカノイズはまあ明らかに減ってますし、滑らかにエンジンが回転している感じがするんで、まあフリクション削減にはかなり貢献しているのかなと思います。結果的に非常にいいエンジンオイル添加剤入れてもらいまして、燃費の改善に貢献できたんで、まあこれから非常に楽しみです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。